それでは第1試合、フェザー級65キロ以下ホンダスイミングスクール VS 無理防戦に出場されたホンダスイミングスクール選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。すいません、バチバチビーチマンでガードしてください。お疲れ様です。本当にお疲れ様です。でまずは試合を終えた率直な感想をお聞かせください。何も言えねえ。なんか私いやすいません、あちょっとあの北島康介さんの名言を言っちゃってすいません、本当に申し訳ないです。すいません、あの悔しいです。悔しいですね。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。試合を見させていただいて、もう本当にお笑いなしの男の戦いっていう感じでしたけど、はい、かなりもうお互い打ち合ってましたね。あ、そうですか。はい、そうですか。だからもう記憶正直あんましなくて、とりあえず打ち合おうっていうのだけは決めてたんですけど、練習通りの力は練習通りは結構出せたんですけど、相手の方がちょっと上手でしたね。はい、そういう印象がありました。1分間という時間はどうでしたか。1分間はちょうど良かったですね、僕には。ちょうどやばいよやばいよ、スタミナ切れるよっていう時に終わったので、まあでもまあそうですね、タッチ差でしたね。いや本当に惜しい戦いでした。いやーもう全然全然、まあ、そうですね、こんな悔しいと思ってなかったですよ。ちゃんと練習できたからですね。まあまあ、いやー負けちゃダメな戦いだったんですけどね。悔しい。ちょっとねちょっとカットをしていただいてももう全然大丈夫なんですけど、ちょっとね R1 グランプリの準決勝に負けちゃって、敗者復活戦っていうのがあるんですよ、3月3日に。それに絶対勝ってこう、どうな面白かったら投票してくださいっていうのを言いたかったんですけど、もう負けちゃって、ここちょっと面白かったら流してください。お願いします。勝ち負けでは負けてしまったかもしれないですけど、はい、本当にいい戦いやったなって思いました。あ、マジですか。私、はい、ちょっと後で何回も見てニヤニヤしながら見たいと思います。いや今後の展望を教えていただいて。今後ですね、はい、そうですね、もう早く家族に会ってちょっと娘を抱きたいんです。あとはもしかしたら格闘技をもしかしたらまた続けるかもしれないです。あ、じゃあ次回のブレイキングダウン出場、そうできるなら、もしかしたらちょっといろんな方と相談して、そうですね、いろんな方がちょっと大丈夫かって言えたので、次回のブレイキングダウンも、はい、R1 グランプリの敗者復活も、いやもう本当にお願いします。期待しています。これだけは勝ちたい。お願いします。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。